日本鹿児島県鹿児島市、小松原小松原は、鹿児島県鹿児島市の町底。郵便番号は891-0114。人口は5817人、世帯数は3437世帯。小松原1丁目及び小松原2丁目が設置されており、小松原1丁目及び小松原2丁目の全域で、住居表示を実施している。 小松原の南端にある清見橋より、鹿児島湾方面を望む。写真右側は、谷山中央である。鹿児島市の南部、長田川の下流域に位置している。町域の北方には、薄木、南方には、長田川を挟んで、谷山中央、東方には、東海町、西方には、東谷山がそれぞれ接している。ほぼ北半分の部分が、小松原一丁目。 南半分の部分には小松原2丁目がある。かつては付近には小松原海岸と呼ばれる海水浴場があったが付近は埋め立てられたが、当時の海岸線に当たる部分には松林があり、谷山緑地内に残存している。教育施設は、町域のほぼ中央部、小松原二丁目の北端部に、ラサール中学校、高等学校が所在している。また、 町域の西端部を南北に国道225号が通っている。小松原の区域はかつて谷山潮谷町と上福本町の区域であり、鹿児島臨海工業地帯の建設による埋め立てまでは小松原海岸と呼ばれる海岸が広がっていた。1950年にラサール高等学校が、1956年にはラサール中学校が、 カトリック系のラサール会によって設置された。鹿児島市は、鹿児島臨海工業地帯の背景地である小松原付近において1963年には谷山塩屋地区、1970年には小松原地区において土地区画整理事業に着手した。小松原地区土地区画整理事業では、 都市計画道路小松原山田線や国道225号と鹿児島県道217号群元鹿児島高線との間の街路による連絡強化も行われた。1979年2月26日に笹抜き谷山塩屋地区の区域において住居表示が実施されることとなった。それに伴い町域の再編が実施され、上福元町の一部より 小松原一丁目が設置された。1981年2月23日には小松原地区において住居表示が実施され、谷山塩屋町の一部の内区画整理が実施された区域が小松原一丁目に編入され、同じく谷山塩屋町の一部より小松原二丁目が設置された。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年。 以降の人口の推移である、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。国道、ありがとうございます。